はい、こんにちは、たくまんです。ウルバリンチャレンジ、謎の爪痕を調査する3箇所ですね。はい、そしたらね、まず、ウィーピングウッズ、こちらに降りてください。ウィーピングウッズのね、この池があるところ、ここですね。そしたらね、あ、今もうチャレンジクリアになったと思うんですけど、ここにね、ウルバリンの爪の痕があります。ここで1つ目ですね。このね、ウィーピングウッズのど真ん中のこの池です。ここですね。 この池のこの岩のところにあります。はい。そしたらね、二つ目は、ここですね。ウィーピングッズの横に、こんな風にね、車がたくさん止まってる場所があるんですけど、そこのね、この緑のトラックです。この緑のトラックに爪痕がついています。場所はここですね。ウィーピングッズのこの場所です。はい。そしたら三箇所目は、ここのトイレですね。トイレはここにあります。ウィーピングッズの一番下の、この、 トイレっていうかシャワー室かなここのね、シャワー室に爪痕があります。シャワー室じゃなくてトイレですね。これトイレでした。すいません。ここにね、近づくだけでクリアーとなります。まとめると、ウィーピングウッズの真ん中の池。そして二つ目がウィーピングウッズの緑のトラック。最後がね、ここのウィーピングウッズ一番下のトイレとシャワー室があるこの建物になっていまーす。 オッケーそしたら、このミッション、クリアですねー。はいこれで、ウルバリンチャレンジの一つ目。バーサーカーバレッジの獲得、成功でーす。この画面見てるとね、アンロックまであと7日、こっちでアンロックまであと14日ってなってますので、毎週ね、一つずつ、こんな風なアイテムをもらえるみたいです。こんな風にね、できるだけわかりやすいように、できるだけ日本最速で動画を投稿していきますので、よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。 あ、よかったらね、皆さん、シーズン4のバトルパスを買う前に、アイテムショップ右下のクリエイターをサポートから、ここにね、タクマンアンダーバープロと入れていただいて、決定をして僕を支援してくれたら嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。